こんにちは、今です。パープルアプリすでにやっています。今回は、初手大金大成功から黒金やっていきたいと思います。で、大金とかやべ、これを初手で厳選しておいて、まあ、そこからサクセスは開始にしようかなという感じで思っています。そうしないとなかなかこう、お金なくていい結果が出なかったりするので、まあ、この辺は厳選でスタート地点9月2週という感じでやっていきます。で、デッキがこんな感じです。山口、みちるちゃん、立川、シン、ニシャニで、ヤンネと。で、お守りと友達スタンプでセンスネイン使ってますと。これはいけるやろ。人心掌握はいらないんだよな。クロファイか、内角。まあ、サボり癖買っといたら、一応あれだけど。買っとくか。安心できるしね、勝手に。で、やはり変化デッキでお金を集めながら前に進んでいくのがいいのかなと思ってはいます。あとはみちるちゃんをとにかく踏んで早めにエルタックを完成させたいですね。で、味方キャラはどうせパワースナックとかでも上げられるので、まあ、そんなにこうガツガツしなくてもいいかなという感じはしますね。で、購買券とパワージュースぐらい買っとこうかって感じですね。あとはいいか、どっち行こうかな。金儲ける。おお、恐ろしいやつらだな、恐ろしいやつらだな。祝いが大成功しないんだよな。お、ラッキー。最近祝いが大成功しないんですよね。お、安いな全体的に。18とかは処理して、ここは入れ替えで金徳狙いでいいですか。アロマギフトとかないの？あるわ。これは見といてよかった。入るお金の量変わる。もうみちる来ていいだろ。ミチル早めに来ないと本当にやりにくいんですよね。ここもダブルタック逃してるわけですかね。ああ金、ここ回復にしようかな。別に無理する必要ないし。して夜当たり上手に。まだまだこれかと。ジムチケル。あとはとりあえずいいかな。無理してお金使う場面。うん、まあそこそこでしょう。ここは無理してでもクリック。うん、悪くないよ。うん、いいタイミングで起きましたね。ここは大金で狙っていくでしょう。まあまあいいでしょう、いいでしょう。金が、お、いいですね、素晴らしい。割と早い段階で来たね。ラブレターと、まあいいでしょう、安いし。ここはある程度買って勝負。
うわ、弱っ。やる気がない。あ、違う。ただただやる気が足りない。ここ下げられるときついな。よしよしよし、頼むぜ。よし、偉いよ。ここではいいかですね。あ、タック次第ではデラックス買っていいかなって感じか。いいかな、ちょっとここは買って勝負していこう。やめい。なんとも言えん感じ。まあ、お金を集めておくのが最もいいです。急速下がったが、しかも急速精神か、結構痛えな。おーい、2週連続はちょっといけん。変幻入りました。ただジュースめっちゃきたな。筋力使うともうすぐ行ってしまうからな。3つ買えば。変幻はまあ取り置きでなんとかしてっていう感じはありますね。ダブレター使いましょう。これ取るか。で、変幻取り置きしてもらって。お、危ねえ、購買券。どうせサボり癖直せるし。な。で、アロマ今使っていいですね。できると次。ポイントがまだ大丈夫か。変幻は次買えばいいと。ラブレター玉持ちか。買うといいか。ここは回復で20オール狙いか。おい、虹谷やってくれるな。いや、これ1ポイントだ。これあれ、初詣で足りるのか、大丈夫か。道入れで回復できる。うん、まずい、ね、だいぶまずい。
よし、ミスらないことが大事。千丸来ないっすね。あと壺しか売ってないとか来てほしい。これは買う。コントロールボールも買っていい。金魚、速球中心。あとはとりあえず置いとく。闇のでポイント拾っていくべきでしょうね。なんか順応とかもあったかな。にせよ、ちょっとこんなに溢れてるのは良くないな。いつどこでミスるか分かんないですから。で、割と監督評価は高まっていると。怖いですね、サンタック。こういうのが入ってくると、まあ、変化球か。126、強制点なんだよな。180ポイント入るんだよ。ここはステーか。お金が大事。まあ悪くないですね。天丸が美味しいなっていう感じです。93低め取るか。まあミスり続けたからね。さすがにそれくらい成功しても。精神。球速練習図鑑売りてる。これ行くか、なんか練習行くか。監督ありだけど、プッシュしたら割といけそうな感もありますね。体力あるし、ラブレター状態だし。うん、ここは虹行きましょうか。まっ三振取ってみる。なるほど。ほう、ポンコツ終わりました。変化でいい。いや、便所きついかな。監督もいるし、踏みましょうかね。チュース。636。あんまり無駄遣いしない程度で。回避。
ぐらいでいいか。関係、まあ安いっちゃ安いけど。まだいいやろ、ね。944。よーし。うん、悪くねえんだよな。変化球精神変えたいけど、そろそろ精神変えたいし、この辺あげたい。うん、タックルワンチャン強いっていう話と、こう勝って攻めるか。なんか一個を使った方がいいですね。さあ、折り伏せ大丈夫かな。か、筋力入れられれば、入れられる。完全に迫れます。いらんね。まあ急速練習図鑑でしょうね。よいやー、まさかの上なかった。伸びもらってないんだ、こっちから。いやー、いらんわ、それいらんわ。精神のピンチだ。まあ、もう一筋力いくかどうかはこれ次第。し、伸びください。肩に爆弾。よし。オッケーオッケーオッケー。なるほど、何にも入ってこない感じね。精神筋肉技術入れてもいいけど、ああいいですね、ダブルトップ。ここはラブレター振っていきます。うわ、撃たれた。結構強いな。技術取っちゃうかな。
今ちょっと足りてないですね。センスないし。精神56は取っていいか。まあまあまあじゃないですか。直線転換。よし。ここは金ギーかな。いいですね。現金入った。ただただあれだなとセンス入らねえ。入んなくてもそこそこ強そうではありますよ。やべえかな。はい、やばい。もらえない前提で動いた方がいいかもな。飲み物入ってんだよね。分かってます。 20K 30K 20K。 おいおい、ちょ邪魔だよ岩井。何してんのこいつ。根こそぎ金持ってかれました。ラブタ1個なんだよな。ちょっとこの子で使うの。いや使っていい。行かないと厳しい。似てない。ない。よし。マイブレ成功した。今欲しいっすね正直。割と技術きつい気がするな。技術精神。ポイント優先でいきます。うわーマジか岩井。ラブレター買いたい。ジュースめっちゃ邪魔だな。換気買う？換気はちょっと待っておこうか。ああいいですね。ひとまずこれでラブレター使う買うぐらいかな。
いや、マジで。いやー、千丸来ないかな。うわー、足んな。来た。まさかの千丸ここで入りましたね。やっと使えるわ、ほんと。最後の最後まで粘ってみるもんだな。これはだいぶありがたいですよ。しかもマイブレー成功させてますからね、これ。精神たくさん取っとくのはありだけど。まあラブレターを買う選択肢もありだ。すでに使いたいしな、これ。技術精神をちょこちょこってもらうぐらいならっていう感じはある。あと気をつけなきゃいけないのが遊ぶね、これね、まだ2回だね。1回って考えると技術精神の方がいいのかな。いや、ラブレター使おうぜ、これ。これ 20K、何も買えません。って感じか。まあ、適宜技術に合わせればいいか。いや、千丸最後の最後に来ましたね。頑張ってみるべきだ。いいタイミングの敏捷だ。これはダブルだし行くべきと。でコントロールボールが3アップかなので、98で101の OK のここも目指していいと。とりあえず止めるか。まあ取りたいのもありますからね、たくさん。明らかだな。かといってこれ変化がめっちゃ足りてるわけでもないですね。まあまあいい感じではあるが、コツもそこそこあると。この一番最後で千丸来て結局どうなんだみたいなとこありますね。当然入らないよりは絶対入ってくれた方がいいんで。さあ、あとワンアウトです。いいっすね、地持ち系そこそこかな。どれくらいいってるかわかんない。このダブルをどう考えるかだな。ダブル以上が来る確率ありますか。
そう、ダブル以上が来た時に絶対後悔するんですよ、これ。もっと大きい魚を狙うか。ここで妥協しとくべきかな。スカウトまで入ってますし、ね、うん、この次のターンスカの可能性あるかな。斬新骨ないな。お待たせ。めっちゃ打ち込まれるやん。さあいよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは片野。投げました。初球を打った。ボテボテのサードゴロ。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは3番正剛月。今日はここまで3打数ノーヒット。1三振。第2球。投げました。アウトローを見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。投げました。ストライク。空振り三振。バッターは4番友澤。黒金、ここは何としても抑えたい場面。投げました。初球から打って。うわ、抜かれた。友澤ヒットを放ちました。バッターは5番渋谷。今日はホームランを打っています。投球これから2球目。8点すごいな。第3球をチェンジアップ。空振り三振。低めの変化球です。うわ、すげえな。いつ変化球ポイントを移すか。おお、お前は奪三振残せし。もう打つかな。これだったら十分っちゃ十分だよ。と思うんですけどね。どうなんだろう。お待たせ。早速失点を重ねていく。先頭バッターはテイフ。ここまで2打席連続三振。まあ赤とこはあるにせよ、ジャミオは結構安定感ありますね。自分で投げる分。投げた。内角低め。空振り三振。バッターは代打西野。第9。投げた。見送ってストライク。いきなり161キロ。投げた。決まった。ストライク。少し迷ったか。第3球を投げた。アウトコース低め。空振り三振。2者連続三振。第9。投げた。送ってストライク。第2球きっちりあと1人打っていきましょう。市村ボールを掴んだ。市村一塁踏んでアウト。オッケーですね。53ホールか。もう移動させようかな。さすがに。なんとか乗るかもしれないし、乗らないかもしれない。一旦リセットで。お待たせ。久しぶりに完封です。バッター若林。まあもうちょっと変化タックはやはり重なってほしいところですね。6枚積みなんで。第3球、
球、空振り三振。三タッチ1回ぐらいですか。1、2回。内角低めいっぱいストライク。まずは決めてきました。投げました。ストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球は変化球、空振り三振。三者連続三振。なんとかこの試合はいけそう。黒金、ここはなんとして打ちました。相当ナイス。アウト、試合終了。早急に安定感あるな宝塚は。お、まあまあまあいいでしょう。710ありすぎなのかな。やっぱそんなこともないかな。割と使いますもんね。筋力もあれですか。クロスファイヤーとかうんぬんで長時間合わせできそう。お待たせいたしました。黒金先制のピンチです。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で課題。この後に控えているのは160キロ。やっぱちょっときついな。2球目ストライク。僕の完全に捨てていけばまあいけるレベルで。ランナー2人を置いて迎えるバッターは奥田。ネクストをつけた。二塁ランナー三塁へ。一塁線わずかに切れてファール。第2球打ちました。あっと引っかかりました。ナイスこれで2アウト。ランナーは一塁二塁変わりません。第9球初球を打ちました。打球は取りました。これで3アウト。今が黒金、ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー一塁三塁という場面。飛ば今日はショートフライとレフトフライ。第2球打った。ショートナイスショート。これでワンアウト。ランナーは一塁三塁変わりません。第9球ムービングファースト見送ってストライク。さあ次の投球。第3球を空振り三振。バッターは9番丸岡。第9球インコース低めボール。第2球決まったストライク。第3球をアウトコース低めストライク。第4球を151キロ速球、空振り三振。これゼロいってほしいの。ゲーですね。よし、なんとかまあ綺麗な形ではまとめられたかな。でも1万点超えるぐらいかな。なんか全力のような爆発とかが、まあ、ポイントアンサーまとめやすいかなって感じがします。ただ経験点の爆発はなかなかに難しそうですね。うん、1万1000点。まあ1球種を超えられる。一応覚えてどうなんだみたいなとこありますけど、ただ覚えないともったいない感じで残ることないか。155だな。これのは結構取れてる。うん、155だ。あとでも取れないっすもんね。バレ玉？うん、取れないもんね。こんなもんか。いいでしょう。
さあどんなもんでしょう。いやまあなんとか SS2 って感じか。もらえたのが本塁打現金と変電1,2,3,4,5,6,7,8という感じですね。で釘付けは多分取れないと思うので、これプラスで伸ばすんであればやはり変化がもうちょっとタックバシバシっと来ないと厳しいかなという感じは感じました。初期から1000丸来ててもう良くて SS3 でしょうというところですね。いやちょっとが難しいかなというイメージは抱きますね。まあいろんなデッキやったりいろんな回をやって、ちょっと黒金強化はね除雪にもなりましたし、楽しんでいければいいかなという感じです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。